送りしております。今日はセンスについて榊原くんと第2のカオスをやっておりますけども、今ね、その割と今ちょっと微妙なあれを感じる力に近づいた気がするよね、はい、そうです ね、そんな感じしますね。そうだよね、はい、そうだよね。そうそう、そう泣いてるわけでもないし、あのなんかこう、まあ、もう本当の下手くそやガシャンとかっていうのはダイレクトな人だから、はい、そこまで言われないとわからないわけでもないじゃん。はいはい、うんうんうん、まあ、空気でなんとなく察する、そう、そう、その空気を察するっていうのって、はい、どうやって養うの。あ、どうなんですかねどうなんだろうなんで分かってくるんだろう、なんなんですかね、うん、これ長年のテーマだよね、我々的にもね。育ち方じゃないですか。はどうしたって言われた。それは養、どうやって養われていくかですよね。そう、多分幼少期だと思います。幼少期の何が必要なの。あの幼少期の親がこう一言で例えばうるさいって言っちゃうんじゃなくて、うん、あのなんていうんですか、こう周りをちゃんと観察させるように促すことが、うん、多分そこに繋がっちゃう。本当にじゃあそれでそういう風な察せる子供ができるもんなのかな。できると思います。本当絶対しつけか、うん、っていうか、まああとは育った環境でも、別に親から離れた後も、うん、例えば学校とか行っても、うん、もう一言ダイレクトにそれを言うんじゃなくて、こう、うん、本当に周りを見るように促される、さられ促してもらえる環境にいれば、うん、その感はつく気がします。本当？でもさ、言われすぎたらさ、はい、その判断に委ねられてさ、何も考えられない気がします。あ、そうです。なんで言われちゃいけないんです。で、周りを見ることを。で、なんで周りがその育てるためにさ、その人のためにさ、促してから聞けよ。なんかそれは育つためのアクションではなくて、はい、受け入れるだけの話。周りがどう接するかの話になっちゃう。ああ、その空気を読めるか読めないか。そう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 。だ、自分がどういう、要はそういう人がいなかったとしても、それを分かっていくっていうのはどうすればいいんだろう。いや、そうじゃないと先はない。いや、そうでしょ。自分が自覚しないといけないんですかね。そう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 。その自覚はどうすれば自覚になるのかっていうのが、うん、いじめられればいいんじゃないですか。すげえ答え来たな。すげえ答え来たな。要はいじめられればいいんです。マジか。なんでなんで、それはなんでそういう答えになるの。え、だって絶対気づかないですもん。あの普通に、うん、あの生きてたら。そうですよ。いじめられた。いや、全然そんなことない。いじめられてるし、ない人はセンスがないの。いや、違います違います。なんていうの、でも想像力の問題なんじゃない。あ、そこをどう、あれですよね、自分でそこにピンと気づくかってことです。想像力って、じゃあ想像力を養うっていうのはどういうことなんでしょうね。あ、カオスだ。これがじゃあここの微妙な点を察せる力につながるわけですよ。こういう感じる力に。想像力ってさ、どちらかというとアクティブなものでしょ。そうね、生み出すものでしょ、うんうんうん、センスっていうのは逆に言うとパッシブなものでしょ、うんうん、受け取るものでしょ。だ、例えば笑い、面白く話すっていうのはセンスではないんだよね、うん、ただここ今面白く話すところかなって感じるところがセンスだよね。だからこれを感じてこれが出てくるんだよね、だから、あの前のところでは楽しく笑ってくれたのに、今笑ってないぞって分かった段階で、そこでセンサーで、次から違うもんだよね。これは行ったり来たりするもんなのかな。どうよ。センスはもうセンスイコール感覚なんですよ。感覚って言ってるじゃん。それを今ちょっとワンテンポ遅れて。ってことは想像力はセンス関係ないってこと。どっちが先なんだろう。あの次のセンスを持ってどういうふうな想像していくかでしょ。そうです。だからどうすれば感じれるようになるかだよね。はい、逆に言ったら感じるってなんだだよね。うん、そうそうそう。うーん、でも演じる人だからね、必要だよ。ベティちゃんほら、ね、いつもね絶対
いつものあの、なんか違う。そう、なんか違うはどっから来るんだろうっていう。よく言ってるね。そう、みんなに聞いてるんだけど、みんなじゃないんだけど。誰かなんか適当な人いると、なんかってどっから来るんだろうって聞いてる見るんだけど、はい、なんかさ、はい、例えば、すごい簡単な話、はい、こう洋服を着る、なんか違うなって思う時ってあるじゃん。髪型が決まらない、はい、なんか違うな、はいはい、そのなんかってどっから来るんだろうって。え、それもあれじゃないですか、髪いつもやってて、うん、あ、なんか違うなって、もう習慣とかですよね。あ、なんか違うっていう習慣か。あ、なるほどね、わかんない。いや、面白い。髪に関しては、うん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 、髪とかそういう自分のことを、うん、自分のことを自分が気づくって多分、あ、面白い。でも他の人に聞くと大抵もうなんかあれじゃないですか、うん、別に変わんねえよって言われるじゃないですか、うんうんうん、髪とか特に、うんうんうん、なんか今日俺違うよねって言っても、うんうん、いや別にいつもと同じだからっていうのって、うんうん、もうだから自分が一番自分を知ってるからっていうことなんですね。ってことは、はい、打ち合わせいつくらい、その舞台を、はい、演じている舞台を知る努力をしてるってことだよね。ああ、そうかもしれない。その空間を知る努力というか、はい、それがこの微妙な点をあの感じれる力になるってことだよね。ああ、なんか思ったんですけど、うん、あの舞台と映像とかで違うのって、うん、それこそなんか空気かなっていう感じしますよね。ああ、なるほどね、うん、その舞台だとやっぱお客さんもいるから、本当に多分お客さんによってはお客さんコメディでお客さんがめっちゃ笑ってる回があったら、こっちがなんかその時うまくできてなくてもいい回なわけじゃないですか。あ、なるほどね、なるほどなるほど。結果お客さんが喜んでるし、はい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 、第三者ってことだよね。そうですよね、うん、なんだろう、分かんなくなってきたな。でもさ、映画もさ、映像にして、はい、例えばじゃあスクリーン上映します、はい、って言った時には第三者が出てくるよね。そうですね、うんうんうん、でもその時には演技変えられないんですよ、うん、そうだね、そうだね、はい、うんうん、要は時間のロスがあるってことよね。舞台はその第三者に伝わるまでにその時間が短いじゃん。はい、でも映画は作ってからその第三者に伝わるまでっていうのは時間が長いってことだよね。そうですね、時間もそうだし、うん、多分見えてないからってのありますよね。映画作ってる最中にお客さんが見えてたら面白いかもしれないですね、もしかしたらね。やりづらいと思いますけど役者的には。でもなんかその映画のジャンルによっては、うん、お客さんが見えてた方が、反応があった方が、うんうん、あ、こうした方が面白いのかなっていうのあるかもしれないですよね。ってことはあれだよね、はい、なんでな、これすごい重要になってくるよね。第三者、第三者、うん、そうです、ね、他人目線、他人目線、うん、他人から見て自分がどう見えるのかってことだよね。あ、だからつまんない人っていう、さっき頭がよかったって言ったの、よくさっきも KY って言ってたのは、はい、要は他人目線で見れてないってことなんでね。そうですね、ってことは、あ、そうですね、そうだよね、はい、そういうことだよね、うんうんうん、ってことは他人目線をつける努力っていうのはどうすればいいんだろうね。なんですかね。ね、でもあの、うん、よく俯瞰で見るっていうね。ああ、そうですよね。なるほどね。俯瞰ね。客観視。超俯瞰。あと、あえて観客呼んで公開録画ってのはよくある。ああ。俯瞰の風、これか。でもあれですよね、なんか。うん、すごい、自意識が、うん、こう、半端ない時ってありませんか。自意識なんていうの、その僕前は最近そんなないんですけど、はいはいはい、電車に、うん、ドアが開いて電車に乗るっていうだけなのに、うん、俺今大丈夫かなって思うことあって、普通に乗れてるかなみたいな。なんか逆に大丈夫大丈夫。それが多分良くないんですけど、わかるような気がする。なんだろう、例えばその全然タバコを吸ったことがない人が急に喫煙コーナーの、もう大人の人がバリバリ吸ってるようなところで
タバコを吸うってなった時に、うん、ん俺今平気かみたいな、あれってでもあれですよね、うん、ある種極度の俯瞰かもしれないですね。ああ、なるほどね、面白い例えが。でも挙動ってるだろうからだから変になると思うんですけど結局そうそうそう、ね、何も考えないでやってりゃいいのに、うん、考えちゃうから結局、うんうん、俯瞰にならないみたいな、うんうんうん、ありそうですよね、うんうん、じゃあ俯瞰は行き過ぎると俯瞰にならない、ならない程よいバランスを保たなきゃいけない。そうですよね、はい、面白いな。逆に言うとそれを養うためにわざとそういうことやってみるっていうのが手なんだよね。ああ、ね、そうですね、うん、それありですね。ね、うんうん、あ面白い。なんだろう、自意識が高まるときか。はい、いやもう本当考えすぎる。人に言うと、うんうん、いやお前それ絶対おかしいよみたいな感覚ですよね、そういうとき、うんうん、他なんかあるかな。自意識が高まるとき、あでも舞台とかの稽古で、うんうん、ただ例えば水をコップに入れるっていうだけなのに、うん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 、なんかわかんなくなる時とかあって、うんはい、普段全然やるのに、うんうん、あの見られてるなって思うだけで、うんうん、そうなんか、うん、俺どうすりゃいいんだみたいな、普段水ってどう入れてたっけそう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 なるほどね、そうですよね。へえ、この瞬間が今どういう瞬間なのかがこう想像できない。ええこうある程度ある程度すごい分かるんだけど、はい、なんて言うんだろう、感情移入ができるんだけど、今の感覚だけはいやものすごくこうできない。今の感覚って今水はどう入れてたかとかそういうやつ、うん、その自意識っていうのが全く分かんないかもしれない。やばい。ああでもそういう人は絶対いると思うんですよ。逆になんか芝居やってるからよりその自意識ってやつが強いんじゃない、なんか普通に見られてる感か、商売っていうか、はいはいはい、ことが多いから、口の閉じ方分かんなくなる時ないですか。ない、それはない。でもなんかあの、いや口の閉じ方、歯の噛み合わせのこの口の閉じ方悪いんだ俺、俺いつもこういう閉じてないこういう閉じ方してた。めっちゃ喋った後とか特にあれみたいな、あの寝方が分からないみたいな。あ、そう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 、それって自意識？あれじゃないですか。普段考えないことだったってことですか。あ、そうそうかもしれないです。水元から、はい、普段意識してないのに、ね、じゃあさ、絶対に普段考えないことをちょっと考えてみる今。はい、普段考えない。考えないこと、うん。考えないことちょっと出してよ。考えないこと。うん、普段これは絶対今絶対考えないみたいな。やらないことってことですか。考えないことだよ。考えない。普段考えないこと、さっき言ったじゃん、水あれですよね、どうやって入れるんだろうなんて考えない。お茶の飲み方とかでもそうですよね。ああ、なるほどね、お茶の飲み方か。あ、なんかすげえそれいいのありそう。完全にトイレしか浮かばなかった。お茶の飲み方、トイレね。トイレもそうですよね。トイレの行き方、階段の登り方とか。あ、歩き方だって分かんなくなりますね。分かんなくなりますね。右足、左足のあのほら手が一緒になったり、あの卒業式の階段の歩き方ね。あの一歩一歩歩く時のこの関節一個ずつ考え出しちゃう。全く歩けなくなります。階段登る時、あれどの順番で関節がこう動いて登ってたのかとか意識しちゃった多分。それセンスがすごい高まってる時だよね。そうだね。なるほど。最初股関節動いて、この筋肉で膝に伝わって、最後足首ので指先みたいなの考え出したら多分登れないです階段。ああそうか。でもヨガの時ってそれ考えるんだよね。ああなるほどね。うん、ああなるほどね。ヨガでもじゃあお茶の飲み方も考えることになるかもしれないな。ああ確かに。車の運転なんか逆だよね。あそうだね、分かんなくなっちゃう、分かんなくなる。最初は教えてもらうけど、うん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 、そのうちそんなことを考えないでやった方が上手。自転車も始めると分かんなくなるね。自転車もそうだよね。あなるほどな。
何が違うんだろうね。何ですかね。無意識、あ、終わっちゃった。これ iPad のこう手汗がすごいですけど大丈夫ですか。壊れる。こうします。防水じゃない。